続き対馬に行きます。外せないのね、最近のレンタルサイクルは。どこもそうなのかな。今日は今がここ足べこにいるので、下にウィッとこうかな、ここに行って、まずさ、今日はこの今日は何って、腹ほげ軌道に行って、青島公園、小島神社でまた帰ってくる感じになるのかなと思います。
5分から10分こいで、あ、クヨシ海岸に来ました。めっちゃ綺麗。ここでいいの？ちょっとわからないよ。あ、行ってみよう。テトラポットって大きいんだね。これめっちゃ大きいよ、テトラポット。こんなに大きいと思ってなかった。10分。コンピラ神社。見ました。すごいね。ここを下るぜ。うぅ。着いた。ひとまず目指していたところに着きました。ここが左京花な。花の形に見えたのかね。音を左京の名であるとも伝われているって書いてましたね。癒しだね。これが息ね。これが息です。よろしくね。誰かのパクリだね、これは。完全なるパクリだ。カット。小島神社一気のモンサンミッシェル。ちょっとマジで時間ないんで、イオン行きたいから、イオンの時間考えるとないから、まさかの U のみ。ちょうどね、歩ける時だったんだよね。事情だと歩けないみたいです。